食べ物をわざと下に落とす。私は赤ちゃんの正面に座るのをやめて赤ちゃんの隣に座るようにしました。赤ちゃんがもし右手左手よく落とす方の手があればそちら側にこう座るようにしていました。そして赤ちゃんが食べ物を手に持って落とそうとした瞬間に横から素早くキャッチし、これをそっとテーブルの上に戻すっていうのを繰り返し繰り返し繰り返しやってみました。もちろん食事のたびに落としたらダメだよ、きちんと食べようねっていう風に毎回言うんですが、それを何回も何十回も1回の食事で言うのはやっぱり赤ちゃんも言う方のままも疲れてしまうので、私は行動で示すようにしました。上着を着るのを嫌がる。抱っこ紐やベビーカーを使う場合は上着を着せるの自体をもう諦めてしまって上から羽織物をかけたりして寒さをしのいでいました。ですがやっぱり上着を着てお出かけしないといけない場面っていうのがありますよね。そういう時嫌がるのはすごく困るんですが、私は赤ちゃんに何か他のことをさせながらそっと着せるという行動でごまかしていました。例えば絵本を読ませていて、リンゴってどれって聞いて赤ちゃんがリンゴを探している間にそっと後ろから忍び寄って手を片方ずつ着せるみたいな感じで、まあ、気づかれないことはないんですが、他のことをしてると気が紛れるみたいで、それでまあすんなりというか、まあ、しぶしぶというか着てくれることもあったので、ぜひ試してみてください。大きなキャーキャー声を出す。私は個人的にこれがすっごく聞いてると心がギューってなるぐらいちょっと精神的に辛い赤ちゃんの困った行動の一つで、ママがキャーキャー言わないでって言っちゃうと赤ちゃんはなんか楽しいことのようによりなんかテンションが上がってキャーって言ってみたりとか、より困った行動になってしまうので、そこで私が取った行動はあわわわわわです。やり方は単純で、赤ちゃんがキャーって言ったらそこに手を持っていってキャーってするとなんかピタッと収まることが多くて、それをやってるうちにそもそもキャーキャー言う時期を過ぎていったので、しばらくはこのあわわわわわでごまかしていました。おむつ替えでじっとしていない。おむつ替えって毎日のことだし、1日に何回も何回も何回もあるので、できれば1回のおむつ替えをスピーディーにサッと済ませたいですよね。じっとできない時、もう無理やり赤ちゃんを縛りつけるってことはできないので、私はおしっこの時はもう好きにさせていました。で、困るのはうんちの時ですよね。うんちが他のところについてしまって大惨事になる前に、ねんねの時は、まあ、ちょっとおもちゃを渡してごまかしたりとか、赤ちゃんの脇に足を持っていってコショコショをしながらおむつ替えをしたりとか、そういう工夫をしながら頑張っていました。捕まり立ちをするようになったらソファーなので立たせて、おもちゃやリモコンとかその時だけ渡して、赤ちゃんの気を紛らわせてささっと素早くおむつ替えをしていました。素早くおむつ替えをする私なりのポイントは、お尻拭きを1枚ずつたくさん準備しておくということです。おむつ替えの前に何枚か出しておいて、使う状態にして並べていました。そうするとささっと拭けたので、もしおむつ替え時間がかかってしまうというママ、ぜひこの方法を試してみてください。私なりの経験なんですが、ママの方が慌てたり焦ったりすると赤ちゃんもなんかこう変にテンションが上がったりして、より大変なことになることがあったので、うちの場合はママである私が結構冷静に落ち着いて対処すると、赤ちゃんもそんなに困った行動が長続きすることがなかったので、こういうことに困ってるなというママは一旦冷静になって落ち着いて対処すると解決が早まるかもしれません。ぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。